始まりました。水&遠いに聞かせてチャンネル。MC の大川遠い、そしてはい、水さんこと大塚水江です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、まずはチャンネル登録お済みでない方はチャンネル登録、そして先に高評価を押していただけると嬉しいです。嬉しい。はい。水さん、今回のゲストさんなんですけど、うん、なんかさっきね、うん、このゲストさんが水さんをこうお呼びするときに、うん、なるほどね、その頃に何だろう知り合ったんだっていうのがね分かったんですよね。結構珍しいなと思って。見てる方何のこっちゃ分かんない人もいると思うんで、早速お呼びしてみようと思います。いきます。今回のゲストはこの方です。です。嫌なやつ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 。コンクリートロードはやめた方がいいぜ。何よ、ぶっちゃけありえない、本名陽子です。はい、よろしくお願いします。すげえ、全部盛り。ありがとうよ。いやいやいや、どうも、本名陽子です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いや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 、これもう最初からテンションぶち上がった人多いんじゃないですかね。っていうね。嬉しいです。いやいや、でもあの、とにかく私的にはですね、あの、水木ちゃんだと思ってあのいたんですけど、水江さん。そうなの、変わっちゃったの、名前が変わっちゃったってか戻っちゃったんだけど、ね、そうなんだ。そう私このチャンネルすごい勝手にファンとして見てたんですよ。でなのになんで気づかなかったんだろう。そう、一回ね、すごいあんまりねいいことがなくて、運気を変えるために名前を大塚瑞希に変えてた時だって。なるほど。その間で知り合ったんだよね。そうです、そうです。あの、うん、ねえ、AT1 プロデュースにちょうど同時期に入ったの。そう、なるほどなるほど。そうなんですよね。うん、ねえ、またお会いできて嬉しい、うん、ねえ、嬉しい。むしろね、その名前覚えてもらえてる方がなんか嬉しい感じあるじゃないですか。レア感がある。あ、だからさ、そう、入った、一緒に AT1 入った途端に、陽子ちゃんはあっという間にスターダムにのし上がって。のし上がっちゃって。全然です。陽子ちゃんが入った途端にプリキュアに決まったじゃないの。違いますよ、私。あの時1年間オーディション落ち続けてるんですよ。あ、入ってからですか。そうなんだ。ちっちゃなお仕事はいただいてたんですけど、うん、もう本当に私1年間受けるやつ全部ことごとく落ちて、ここまで落ちるっていうことはもういらないって言われてるのかなと思って、あの事務所のあのりほこさんに相談しに、私もう本当に向いてないと思うんですって、あのもうやめた方がいいんでしょうかっていう風に相談をしに行ってたんですよ。いやいやいや、でもなんか笑い飛ばされて、堂々と受けてらっしゃいよみたいな感じで強く、うん、あの励ましていただいた後に受けたのがプリキュアで、背水の陣というか、もう失うものは何もないっていう、あれ落ちてたら私芸能界辞めてたと思います、もう無理って思ってたんですよね。アルバイトもずっと続けてましたし、なのでプリキュアがなかったら本当にもうって感じでした。のっけからレアエピソードだ。そうなんですね。そうですね、やっぱりあの皆さん養成所から上がってこられる方もいっぱいいらっしゃいますし、私はもうほぼ独学なんですよね。あのどこかで習ったっていうことがないので、子役からずっとやってきて、たまたま巡り合わせで声のお仕事をやらせていただいただけなので、こう自分の力のなさみたいなものをずっと感じていて、なんかあ、もう器用ですごい上手な方がたくさんいるとか、なんか自分は何にも声も変えられないなとか、ずっと悩んでいたんですよね。だから本当に、ね、あの作品に出会えたのもあの、まあ、奇跡だなと思うんですけど、まあ、あの作品で自分の中の新しい一面を引き出していただいたので、すごいもう ありがたいなという感じです。だってね、陽子ちゃんたちから始まったもんね、プリキュアって。そうですね、第一弾だもんね。そうなんです、今ではもう初代様とか、うん、なんか先代のとか言われますけど。その状況でご自身の状況があるっていう中で、どうして何が要因で受かったんですか。いやー、もう多分火事場のバカ力みたいな感じで、はい、最初受けたのはあのほのか役だったんです。もう一人のキュアホワイトの役で、だって見た目とかね、雰囲気とかやっぱホワイトだもんね。そっちも近いですもんね。本当ですか、うん、なんか自分でもそう思ってたんですけど、プリキュアのスタッフから言わせると、いやいや何言ってんのって、もう完全にブラック渚だよって言われて、
や私そんななんか快活でなんかこうおっちょこちょいな感じじゃありませんみたいなこと言ってたんですけど、ものすごいおっちょこちょいだし、やっぱり渚な一面があったんでしょうね、うん、でそのオーディションでほのかで受けてたんですけど、うん、ちょうど相手役の方がもうまさにほのか役のゆかなさんだったんですね、でゆかなさんが渚をやって、でその場でじゃあちょっと交換してみようって言われてっていう感じです。もうあのオーディション会場行く時もちょっと何でしょう、恥ずかしいエピソードなんですが、アルバイトが変えられなくて、バイトの代わりの方が立てられなくてあのバイト先抜けて受けに行ってたんですね。もう絶対やっちゃいけないんですけど、でもあの同僚のバイトの方にごめんほんのちょっとだけって言って、いいよいいよ頑張るからってちょっと言っといてみたいな感じで、あのもうダッシュで受けに行って、でそれも事務所にも言ってないので、その場でたまたま制作さんとかがあの急いでる方いらっしゃいますかって、普通だったら事務所のマネージャーを通じてもう伝わってるはずですよね、あのこの人はちょっと忙しいので早めに、次の仕事決まってますみたいな、なんですけどなぜかその時は不思議にもその場で聞いてくださって、でもよし来たとばかりにはいって手挙げて、でなんかマネージャーもえって感じでお前聞いてないけどみたいな自分がまあ4歳からこのまあ芸能界にいる中で、そういう自分になったのってその瞬間だけなんですね。あの決められた時間以外にあの移動するとか、そういうのはもうやってこなかったので、なんかあの時ってこうちょっとある意味神がかっていたようなところがあって、なんか渚っぽいところがもうポロポロとこぼれていたのかなっていう不思議なことばっかりでした。もう受かるとも思ってなかったので。それ受けた段階だといわゆるプリキュアがここまでのコンテンツになるっていうのは、うんうんうん、きっと想像なさってないじゃないですか。はい、全くですし私本当に、うん、なんて言うんでしょうね、日曜朝の8時半の枠っていうのがどれだけすごいかっていうのはあんまり分かってなくて、なのでなんか合格してもあんまりよく分かってなかったんですけど、思えばジブリ作品に出させていただいた時もそうで、あのジブリ作品一作も見たことがなくて、でなんかジブリってなんだろうみたいな感じで受けて受かっちゃってたんですけど、その時とちょっと似たような感じでした、はい、だからあの枠に受かったぞみたいなのよりも、どうしようみたいな目の前の課題に、まず最初にゲーム収録があったんですけど、本当に本編の収録の前にゲーム収録があったので、キャラクターだとかそういうのでもいっぱいいっぱいで、はい、まあ、切羽詰まった感じがしばらくずっと続いていくわけなんですあのシリーズが始まって1年目が終わって、うん、まあ、2年目になるっていう時点でも嬉しいっていうよりは、あ、また大変な1年が続くぞっていう感じだったんですけど、あの最初実感が湧かなくて、まあ、すごく数字はいいとみんな見てくださっているっていうのは聞いてたんですけど、初めて実感したのは、まあ、2月スタートなんですけど、7月の七夕でした。あの通りかかったところの短冊にプリキュアになれますようにっていうのを見た時に、なんかもうズーンってか、もうなんかすごい打ち抜かれたような、本当に見てくれてるんだ、はい、もうポロポロポロみたいな感じで、もうファンレターっていうのもね、いっぱい本当ありがたくも頂戴するんですけど、娘が初めて作ったビーズのおもちゃですとか、もういっぱいそういうのをいただいて、もう今も宝物で撮ってあるんですけど、うん、そういうなんか反響も、その当時はツイッターもなかったですし、うん、そうだっけ、はい、YouTube もないので、なんかダイレクトに声を聞くことがなかった時代なんですよ、うん、なんかもう昔はそうだったって。確かに確かに、そんな中で短冊からその声をもらうってもうロマンチックですね、結構本当に。いやー本当です。ただね、ただたかだかというか17年前なんですけど、まあ結構経ったなと思いながら、まあ、その時はそういう状況でしたね。以前以後でご自身の生活って一変しました、やっぱり。しました。あのバイトを辞めました。なんでしょう、その時もちろんプリキュアのレギュラー1本ですけど、もう台本読んでもスタジオ行ってもわからないことばっかりで、東映さんのアニメが初めてで、あの台本だけはいただいて映像チェックがその場なので、映像は見られないまでも家で台本を読んで、その余白の部分をこう想像していくのに時間がかかったので、バイトを辞めてよかったなって思ってます。その時は、まあ、経済的にはね、すごいまだまだ大変
変だったんですけど、でもやっぱそれにはね変えられないなと思って、もうスタジオ入るのもすごい緊張していて、なんか最初の収録なんかはなんか顔が半分麻痺しちゃって、あの、緊張しすぎて、今でもあたかもプリキュアが本当に一番最初の作品かのように錯覚しちゃうんですけど、実はそうではいらっしゃらなくて、その前にジブリの作品に、はい、そうよ私から見たらだから有名人だったね、あのエッジワンで入りました時にこんな横ちゃん見てたよジブリみたいな。どうだったんでしょう、その、まあ、まさにやってる時というか。あのジブリで最初に合格したのが思い出ポロポロっていう高畑勲監督の作品なんですけども、まあこれが本当に大変な作品で、あのオーディションだけで半年間ぐらいかかってたんですね。いつもやるシーンはあの牛乳を飲むシーンなんです。給食の牛乳を飲むシーンで、なんかジブリっていうのも知らないし、なんか何度か牛乳を飲むシーンをやる作品だなと。そうですね、緊張というよりはなんか同じクラスメートの子たちとも一緒に撮っていたので、あの時はなんか楽しいなっていう感じでやってました、その次はどうだったんですか、耳を澄ませば。そうですね、その間に実は洋画の外画のレギュラーをいただいて、声のお仕事はちょこちょこやるようにはなっていたんですけど、まあでもこの先どうしようかなって路頭に迷ってまして、どうやって活動しようかしらとかそういうことですか。あの中学3年生で所属していた児童劇団を退団することになったんですね、まあ、年齢制限というか、どうしよう、どこに行ったらいいんだろうなんてって思って悩んでた時に自宅に電話がかかってきまして、それがスタジオジブリの鈴木プロデューサーなんですけど、で、あのオーディション受けてみないっていうことで、で、なんで私に声がかかったのかなって思ったら、鈴木さんがあの毎年ね年賀状私出してたんですけど、たまたま机の上にヨコちゃんの年賀状があったからさみたいなことをおっしゃるんですよ。なんですけど、あの、あ、そうだったのかってずっと思っていたんですが、つい数年前雑誌であの読んでいたら、まあ、宮崎さんの中で、あの耳をすませばって宮崎さんプロデュースなんですけども、耳をすませばの中でこう雫をやるのであれば、なんとなくこう思い出ポロポロの時の私の声が鳴っていたそうなんです。で、もしかしたら合うかなみたいな感じがあったそうで、それでじゃあ今の声を聞いてみようということでお声掛けいただいたそうなんですね。あの当時あのあそうそう飾ってるんですけど、そう聞きたかったんですよ。そう、あの何それ、これがカントリーロードの歌を歌った時の CD で徳間ジャパンで賞をいただいたんですね。なんか後でまた10年ぐらい経って知ったのが、あのジブリ作品の中で当時一番売れた CD だったそうなんです。ね、それも10年後ぐらいに聞くので、それまではなんかこうオリコンチャート入ってもなんか鈴木プロデューサーがまたこうちょっと茶化して、はい、下手なのにねとか、こんなに売れるとはねとか言うんですよ。でもね、そうやって形になって残していただいて、今になってその素晴らしさというか素敵さ、なんかあの時ならではの16歳17歳ならではの声だったり、なんかその良さ初々しさっていうのがすごく大事だったんだなっていうのと同時に、なんか今ではカラオケの点数を取りやすい歌っていうことでいっぱい歌っていただいたり、そうなんだ、だから本当に多くの人に歌っていただいて感謝だなと思ってます。耳をすませばつながりって、はい、炎上なさったことがあるっていう、ちょっとこれもかかってそうですね、どういうことだったんですかこれって、なんかあの耳をすませばが 2,3 年に1回あの再放送でテレビで放送されるたびに、あの実況みたいな感じで出させていただいてたあのものがあるんですけども、でそこで例えば杉村とあの政治どだったらどっちとか、あのどっち派だったみたいな質問がいろいろある中で、その後雫と政治はどうなったんだろうっていう質問の時に、いやーなんかすぐ別れるんじゃないですかって言ったら炎上してしまって、でその時はそれ切り取られるとそこだけなんですけど、いやいやでもやっぱ進路がそれぞれねあって悩んでいく中で、まあそうかもしれないしどうなんですかねっていう
終わりにしてたんですけど、やっぱり続きはあったのに、そうそうそう、切り取られて、いまだになんかいろいろファンの人たちを悩ませている言葉になってしまって、申し訳ないじゃあここでごめんなさい、はい、そう、でもあの時やっぱり自分の心情がすごくやさぐれていたので、なんかまたこれまた多分事務所移籍したりした時だったんですよ、うん、で自分が何者か分からなくて突き放した言葉を思わず吐いてしまったんですよね。まあ、ジブリ作品って不思議なんですけど、見る自分の年齢によっても見方が変わってくるんですけど、はい、あの時はやっぱり甘酸っぱいキュンキュンがすっごい嫌だったんですよ、なんか、その時の私は。そういう時期ありますよね。今となってはやっぱりまた見方が変わっていて、聖司君の良さというか、うん、その辺もすごく感じながら、最初はね、なんかちょっとストーカーっぽいなみたいな、なんかそう、たまに言われたりするんですよね、ファンの間でも言われてますよね、うんうん、この貴重な話ばっかりで時間あっという間だったんですが、うん、ちょっとそろそろ何か告知などあれば、ね、はい、そうなんですよ、そうですね、はい、そうですね、最近やっているのが Hulu で、ハンドメイズテイルっていう作品をやって、このジューンというキャラクターをずっとやってるんですが、よかったらご覧になっていただきたいなと思います。あとは王女ピョンガンっていうのが10月末から、あとはどこ何話に出るかっていうのは言っていいか分かんないんですけど、ルパン三世おろろちょこっと出ます。わー、すごい楽しみです。平家物語そうそうそう、名前見た見た、平家物語ですか。そうなんです、うん、はい、こちらは地上波では1月から放送なんですけど、うん、もう FOD では配信されているので、うん、はい、はい、FOD でご覧になってください。というわけで、それらの、はい、公式だったりとか、詳細確認できる URL は概要欄貼ってます、はい、ぜひご確認ください。あとこの声もやってます。あ、はい、それそう聞きたかったんですけど、喋ってますよね、さっきからなんか随所で喋ってるんですけど、はい、ロミーって言って私が声をやっているロボットです。どんなことしてくれるの、その AI？ 会話ができるんですね。季節とか地震情報とかいろんなものも教えてくれるし、本当にその人ならではのというか、会話で全部蓄積していって、その人ごとの、そのお家ごとのロミーが出来上がるという。 うちのロミーはやさぐれてます不燃ゴミの日だよとかって言うんですけど捨てられるのを怖がっているロミーになってしまっちゃった。不安を、あまり不安を与えないようにしていただいてロミーに。そうですね。じゃあそちらも多分あれですよね、公式サイトとかもありますもんね。 あります、ロミーありますので、はい、ぜひぜひ、ご覧になっていただければなと思います。貼っておきますのでね、よろしくお願いいたします。はい、というわけで改めまして、今回この動画面白いと思ってくださった方は高評価、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。コメントもお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。改めて今回ゲストには本名陽子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。さようなら。